実際スーザンとジーンはこの事件の2年後全米を震撼させ、第2のジョンベネ事件と言われたケイリー・アンソニーちゃん失踪事件に協力している。2008年10月、自宅から失踪した2歳のケイリーちゃん。フロリダ州に住むケイリーちゃんの祖父母から居場所の特定を依頼されたスーザンとジーン。すぐにペンシルベニア州から遠隔投資を行ったという。ケイリーちゃんはすでに死んでいて、遺体が捨てられているのはコンクリートとフェンスのある場所、それは自宅のそばだと投資しました。ケイリーちゃんの遺体が発見された場所や状況はスーザンとジーンの投資に符合していた。家族は超能力姉妹に大いに感謝したという。スーザンとジーンは現在も警察からの依頼を受け、殺人事件の捜査に協力しているという。